四国総合通信局の新しい局長に中澤忠輝さんが就任し、 ICT を活用してスタートアップの支援をしたいと抱負を語りました。中澤忠輝さんは茨城県出身の57歳で、東京工業大学大学院を修了後、旧郵政省に入省。その後、総務省の電波環境課監視管理室長や内閣衛星情報センター技術部企画課長などを歴任。2021年からは大阪大学の教授を務めていました。今日の会見で中澤新局長は、地元の大学と連携し ICT を活用したスタートアップの支援をしたい、そのためにテレワークの普及定着に向けた取り組みを進め、ブロードバンド化に協力したいと抱負を語りました。